上空から見たケネディコンパウンド。写真手前に見えるロータリーの前の別荘がジョセフのもの。その左隣の敷地にロバートエセル夫妻の別荘。その後方にジョン・ジャクリーヌ夫妻の別荘地敷地内をカートで案内するケネディ大統領。1962年別荘の内部。ジョセフの誕生日風景。1963年ケネディコンパウンドは アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケープコットの国定歴史地区ハイアニスポートにあるケネディ家の夏の別荘地の一つ。約2万4000平方メートルの敷地内に3つの別荘がある。第一の別荘は1904年の建造で、1928年にジョセフ・ P ・ケネディが家族と夏を過ごす別荘として購入。ジョン・ F ・ケネディはじめ9人の子供たちは、 幼少期から夏をここで過ごし、ヨットなどに興じた。1956年にはジョンも父の別荘近くに、自身の別荘を構え、1959年には弟のエドワード・ケネディも隣接した別荘を購入。これを1961年に、ロバート・ケネディとエーセル夫妻に譲った。ジョンは、ケネディ・コンパウンドを1960年の大統領選のキャンペーンの基地として使い、 大統領就任中の1961年から1963年まで夏のホワイトハウスとして使用した。エドワードは1982年から父親の別荘を自宅として使い、2009年にここで没し、別荘は2012年にエドワード・ケネディ米国議会研究所に寄付された。2019年にはロバートの孫が薬物過剰摂取と見られる原因で、 ケネディコンパウンドで死亡した。一般の敷地内の立ち入りは許可されていない。隣町のハイアニスにジョン・エフ・ケネディ・ハイアニス博物館がある。ありがとうございます。